お花紙を使ってエビの天ぷらを作ってみました。ここでは赤とオレンジのお花紙を重ねていますが、赤だけを使ってもオレンジだけを使ってもできます。お花紙を4分の1の大きさに切ったら細長くして端をキュッとねじります。 V 字に切り込みを入れて尻尾を作ります。黄色のお花紙も4分の1に切ってください。黄色のお花紙で先ほどの尻尾のところを出してふわっと包んでいきます。潰さないように気をつけてください。尻尾の付け根のところに水のりかボンドをつけてキュッとつまみます。反対側は折り返してボンドで留めます。これでエビの天ぷらが出来上がりました。同じようにしてもう一本作りましょう。うどんにのせて天ぷらうどんにしてみました。